セモアリア、どうもハイブレイです。まあ、今日はね、4月10日なんですけど、明日4月11日は、なんと、ハイブくんの誕生日でございます。イェーイ！まあね、20歳になるということでね、お酒だったり、Tinder だったりが解禁されるので、しっかり遊び散らかしていこうかなと思います。加えてね、20歳の目標はね、もっと読書をしていこうかなと思いますね。中学生の時から読書をする習慣があって、家にはね、200冊以上のね、本があるんですけれど、読書の面白さって普段じゃ味わえない経験だったり、感情が味わえるんですよ。そして自分の物の見方が広がっていく感じがして、すごい心が躍りますね。その中でもね、好きな著者がね、星新一さんなんですよね。SF 小説家でサイエンスフィクションなんで、空想上の物語なんですよ。毎回ぶっ飛んだ秀逸なオチがあるのでね、僕はね、動画作りの参考にさせていただいております。あとおすすめする本は、高校1年生の時に読んだ鏡の古城です。一度読んだ時にね、すごい不思議な気持ちになって、え？ジョーってなってね、二度読みしたくなっちゃう本なんですよね。まあね、20歳になってもいっぱい本を読んで、深みのあるコントを作れればいいかなと思います。それでは今日の動画いきたいと思います。スナップシュー。放送席、放送席、今日は見事サヨナラホームランを打った鈴木一郎選手に来てもらっております。よろしくお願いします。最後ホームランを打った心情はどうだったんですか？まあ、ピッチャーの田中選手に朝からクソリップしててよかったなーって。いや、スポーツマンシップのかけらもないよー。いや、ちゃんとステアカすよ。ステアカ使って野球下手って送りまくってメンタル削ってましたからね。やり口が小学生だよー。もう救いようのないクズだよー。まあ、今日はホームランを打たなければいけなかったんですよ。あの子のために。まさか病気で苦しむ野球少年のために。いえ、昨日つながった裏垢女子のためにです。どうしようもない変態だよ。もう逆にすがすがしいよ。全部見せてくれると思ってリツイートしたのに、 DM したらこの先は Amazon ギフトでって言われて、じゃあ今日ホームラン打つから、そしたら全部見せてねって言って今朝約束したんですよね。フォロワーを伸ばしたい裏垢女子のあるある手口だよ。いい年した大人が騙されちゃってるよ。まあ、モチベはどうであれ、ハイブルカップを優勝できてよかったです。優勝賞金は何に使われますか？穴カツです。こいつ女を穴として見てる紛れもない変態だよ。いや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 、アナウンサーとご飯行くデート代にってことですよ。紛らわしい変態だよ。穴カツなんてしなくても野球選手ってだけで上から下まで腐るほどアナウンサー寄ってくるだろう。やはりバッターボックスに立った時に止まって見えましたね。集中状態に入ってボールが止まって見えたんですね。いえ、観客席にいた JK のチブサが止まって見えましたね。もう画期的な変態だよ。もうこいつただものではないよ。観客席の方、テレビを見てる方、野球をすれば女、金、名誉すべて手に入ります。いや、強欲まみれの大人が量産されちゃうよ。小学校の時に俺をいじめてたたかし、庶民の生活楽しんでる？金も名誉もあるのにこいつ心狭いよ。ま、俺は意外に女も野球もストライクゾーン広めなんで、お姉さんでもいけちゃいますよ。いや、普通に失礼だし、何も上手くないから。はーい、てな感じでね、まあ、4月といったらお花見シーズンじゃないですか。まあね、僕の大学の友達は好きな女の子をね、お花見に誘ったりして頑張ってるわけなんですけれども、まあね、ハイブ君もそりゃ女の子とお花見行きたいよっていうことでね、まあ、地元の友達だったり大学の友達をフォローしているプライベートアカウントの方で、俺様とお花見行ってくれる人って募集したわけですよ。僕、K-POP が好きで、ヨジャアイドルのトライビーが好きで、まあ、トライビーの話だったり、ちょいちょい DM で話してた女の子に、はいって押されちゃって、もう、まあね、今回こそはこれ脈あり確定演出じゃないと思ったんで、一緒に行こうかって送ったんですよ。そしたらね、あ、ごめんミス。てか最近彼氏できたんだって言われて、みたいな、告白してないけどなんかすごい振られた気分みたいな。いや別にちょっと、まあ、ちょっと気になってたぐらいかなみたいな感じだけど、あ、そうなんだみたいな。なんかすごい恥ずかしくなっちゃって、そのストーリーすぐ消しました。まあ、20歳になったハイブルー君はね、桜のように美しく清らかな素敵な一年にしていこうかなって思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。